よっしゃ、ぼちぼちいきましょう。必須事項まとめ。1は48。今回は34番目になります。構成はこんな感じ。さあ、前回も言っててんけどね、実は、この4つ、33、4、5、6、これが4つ、一塊、区別をなくすっていうね、そういうやつ。でね、コンビネーションのところで、実は分母、3の階乗とかで割って、場所の区別をなくすっていうのを言ってたんやんか。で、そういうのが分かってる前提でこっち行くから。だから、ちょっとそこあやふやな人、P と C とかなんなんとかいう人は、ちょっとこっちが見た方がいいと思う。はい、今日は円順列。さあ、1番、こんなん来たよ。全部で2台あるんやけどね。1番これ。でね、円順列、さっとしか習ってなかったらね、これがすごく難しいように思えるんやんか。でもね、これよくやっとった方がいいよ。分かってたらすぐできるから。見た瞬間できるから。で、円順列っていうのはどんなんかっていうのをちょっと押さえてみると、そう、円形に並べんじゃないね。円順列とはって書いた。それはね、水平に回転した時っていうね、こう勝手にこうね、水平にこう回すっていうのをね、やるわけこうね。中華料理のテーブルみたいにはね、こうね、お前回すなよみたいなね、おー、餃子みたいなそういうね、ような、まあ、要は回転させるわけよ、自由に。で、もしそれで同じものになる並べ方やったら、それをね、一通りとして数える順列のことです。書いた通り。これあんまり書いてないと思うやんか。だからね、みんなわかんないね。しっかりね、円順列って何って円形に並べるってね、そんなもん円じゃなかったらどうすんねん。さっき長方形、違うわ。正方形の机やったやんか。だからそういう適当なことしか分かってないとダメやん。分かんなくなるから。ね、こう、あ、絵描いてあるよ。可愛い絵が描いてあるよ。ね。で、水平に勝手に回転するんやからね。そういうことね。で、それでもし同じになったらそれは一通りなのよ。そういう風な順列のことです。で、さらに、数珠順列っていうね、めっちゃ言いにくい数珠順列っていうのを言っとくよ。まあね、人によってはネックレスとかね、言うかもしれない。それはね、勝手に裏返しをやんねん。勝手に。ね、裏返して同じもんになったとするというね。その場合、一通りとして数える円順列のことです。だから、さらに水平に回転プラス裏返しってやんねん。こうは回すわ、くるんってやるわってやりたい放題みたいなね。そういうね、それを数珠順列っていう風に言い方をすんねん。はい、もう一回言うと、勝手に裏返すっていうね、それ許すわけ。裏返して同じものになったら、それを一通りにしましょうっていうね、いうことね。まあ、数珠は、あれかあの玉見てこの玉とこの玉違うなとか、あんまりわかんないけど、まあ、一応そういう名前ついてる。でね、円順列、行こう。はい。まず円順列からいくね。こっちね。で、ABCD の5人が円形に並ぶっていうね。そういうのやったとするやん。で、知ってる人はね、すぐね、あーって言うよ。でもね、解1、解2っていう風になってね。このね、解2が大事。こっちが。もうね、前回から言ってるけど、区別をなくすっていうね。そういうのは実は解2やね。こっちが大事。解1で終わらすとあんまり良くない。はい。まず解1はこういうの学ぶんやね。例えば、A が並んだところっていうね。そういう風にする。結局あれでしょ？ABCD の5人が並ぶから、A は絶対その中のどっかに入ってくるわけやん。ね。だからまず A が並んだところっていう、どっかに並ぶわけやんか。ね。その A の選び方とか考えなくていい。ね、例えば A です。例えば誰か一人っていうね。その一人選ばなくていいです。ね、例えばとある人が、並んだところっていうのを考える。じゃあそこ基準に考えたらいいやんか。A の右隣とかね。A から見てこうトゥントゥンって来た場合とかね。A からトゥントゥントゥン、A からトゥン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 みたいなね。そういう風にね。どんだけこれがね、ぐわーくる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 ね、メリーゴーランドみたいに回ったとしてもね、A を基準にとかやからね、A の右隣はつったらどんだけ回転しても、変わらないやんか。ね。だから普通にここはね、これは4通りで、で、次は3通りで、で、2通りで、最後の人1人っていう風にね、4、3、2、1っていうね、これ掛け算していけばいいわけで、4の階乗なわけよ。5人やねんけど1人減るっていうね、いうことで、これで回転を考えなくてよいっていう風になって、残りの4人に普通に順列で並んでもらったらいいということで、4の階乗24通り。これが多いんやけれど、ね、区別を取るっていう方をしっかりとぐ。ね、これで終わるとちょっと良くない。円順列固有の現象になってしまうもん。そうじゃなくてね、他のも同じやから区別なくすっていうのはね。はい。例えば以下って書いたよ。A, B, C, D, E って、まあこういうふうにね、A から出発して、こうビヨーンとこう書いてみたよ。なんかリンゴみたいになったね。で、それをね、72度カチョンってこうね、回したよ。A がこう来て、A, B, C, D, E でこうね、なる。ね。で、144度回してってこうね、A, B, C, D、まあ一緒っていうね。で、こいつら、こうね、カチョン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 、テレビのチャンネル。で、古いか。テレビのチャンネルみたいに、カチョン、カチョン、カチョン。ね、ごめん。謝ってしまうけどね。年がバレるね。ABCD。ちょっと顔若いけどね。結構年いってんのよ。この顔にしてはね。で、これ、回転する。回転するね。全部 A を真上に持ってきてみたら一緒やもん。結局ギュッとこの、ね、最初のこれになるわけやんか。円順列っていうのは回転して同じものになったらそれを一通りとして数えるわけやから、今までね5の階乗やったら5通りで数えてたやんか。そうじゃなくて5通りを一通りに数え直さなくちゃいけないから5で割っとけっていうね。だから5の階乗通りは求める答えの5倍なわけよ。せやねん。5で割ってこれで区別をなくすねん。いける？ね、こんな風になんねん。はい。ということで、5の階乗を5で割る。こういう風にすると、例えば、コンビネーションのね、5P3 を3の階乗で割るとかいうのと、やっぱりこの割るって言ってね、割って区別をなくすっていうのと同じになるから。ね、で、それを学ぶのが、この場合の数の単元やね。決してこの階1って、まあそれも大事やけど、それをじゃなくて、やっぱこれやね。だからそこしっかり押さえておくといいよ。じゃあ問題行ってみようか。これ8人がこうね、正方形の周りに座ると。で、こう回転してもいいというね。まあじゃあこれ、ブワー回転してると思い机が。ね。いいんやけど、ブワー回転してると思って、じゃあ8人のうちね、あんた、ね。じゃあ回転してるやつのどこ座るって言ったらどういう風になる？この回1から言ってみるとね、これ1人固定っていうやつやねんけどね。そうするとね、回転してるからね、だから辺の左か、ここで見ようか。辺の右か辺の左か、どっかに座ってっていう風になるやんか。それ固定の仕方が2通りあんねん。で、例えば、その A さんにしようか。その A さんがここに座ったとするやんか。そしたら、あとはもうその A 基準に考えればいいから、あとは7人は普通に7654321の階乗っていう座り方になるわけよ。はい。なので、固定の仕方が2通りで7の階乗。で、7の階乗って5040やから10080。そんな風になんねん。この2ね。固定の仕方って書いておくよ。辺の右スワンの辺の左スワンのみたいなね、いうことになるから。さあ、で、これでもいいんやけど、階2というのは、そうじゃなくて、8人で、こう座る。8の階乗やったら何がまずいんっていうね。そういう方を考えるといいよ。ね、そうするとやね、さっき5人が円順列っていうのね、5つ書いたけどやね、今度は、何個になる？それを考えるわけやんね。そしたら、その割る分母のやつがね、関わってくるから。でもね、それはね、こうね、A から並んだとするやんか。でね、それがね、8で割るんじゃないよ。カチョンって横ね、90度になったやつね。あるいはカチョンカチョンって180度になったやつ。あるいは270度やったやつを全部上持ってこれば一通りになるわけやね。そう。だから、これは上、右、下、左っていうね、そういうやつで4で割んねんね。書いてみた。例えばって言ってね、A から順番にね、A から順、B、C、D、E、F、G、H。ね、これを90度カチョンってやったもの。こんなのね、でもね、クッと90度戻せば一緒になるやんか。あ、そう。こんなのあるやん。180度回転したもの。で、これ180度ぐるっと元戻せば、やっぱ A ここ来るやん。一緒になるやん。で、270度回転。こっち側に90回したって言ってもいいけどね。で、キュッと90度回せば一緒になるやんか。回転を許すと1通りになる。だから正方形やから4やね。4を1に数え直せばいいわけやから、だから8の階乗っていうやつを4で割る。で、40320を4で割って10080。これはね、円順列を説明するときにね、絶対やる問題。で、円順列分かったらすぐできるから。で、階1、階2。まあ実は階2の方がやりやすい、考えやすいかもしれないね。正方形ね、こう、4つ、ね、こう、対称になってるっていうね。そんな感じでね、4で割っとけってね。いう風にしてね。まあまあ、階1も分かりやすいって分かりやすいけどね。はい。さあ、じゃあ次2番やけどね。まあ、実は元航空会社だったのよ。ね、そうするとやね、いろんな質問を受けるわけよ。飛行機ってやっぱり怖いっていうイメージがあるって言ってね、やっぱ相談されるわけよ。で、なんか、ヒヤリとかドキッとしたとか、死にそうになった重い経験ありますかとか言われんねんけどね。ない。全然ない。てか飛行機めっちゃ安全な乗り物やからね。世の中にいっぱい飛行機飛んでるけど、飛行機で旅行するっていうのが非日常的なもんやから、だから、すごく特別な感じがするわけよ。でも実際にはね、もう飛行場行ってみりゃわかるけどやね、バンバン飛んでるからね。だからね、めったにそんなね、ヒヤリなんて起こんないんやね。まあ、たまに起こったのが、でもそれでもね、ほとんどないな。ね、っていうかね、飛行機事故起こるぐらいやったらね、まずね、宝くじ当たってるからね。で、宝くじ当たんないからね、飛行機事故も当たんないみたいなね。そんな感じで思ったらいいよ。それぐらいね、確率は低い。ゴーアラウンドって言ってね、こう、着陸しようと思った時に、なんか、滑走路のとこに、飛行機とかいたら、こうね、着陸復興っていうやつをね、して、ウィーンって上がるのが今までに2回ぐらいかな。そうするともう着陸だなと思ってて、エンジンもね、出力絞ってね、それで、って静かに来たな、みたいな時に、ってなったら、荷物とかザーっとこう移動するって言って、おー、なんやなんや、ぐらいが、今までの中でたったの2回かな。あとはね、落雷なんて別にね、もう当たることを想定して作られてるからね、それが1回パーンって音がすんねん。あ、今雷当たった以上終わり。全然だからっつって緊急着陸するとかない。それはもう当たること前提に設計されてるから、パーンって、ああ落雷ね、ふーんぐらいな感じ。まあそれでね、機器がおかしくなったり、なんか通常運行に影響が出ればどうか緊急着陸するんやろうけど、そんなのない場合は別になんてことない。普通に着陸してから落雷があったっていうことで調査に入る。それぐらいかな。ね、それぐらい本当に。あとヒアリも全然ない。昔ね、マレっていうモルジブのところをね、経由してヨーロッパまで行った時にジャンボかなんかで着陸してマレの空港にね。それで島の上に、サンゴ礁の島の上に空港島作ってるから、モルジブっていうのはね。そしたらギューンと着陸してから、その場でくるっと方向転換してターミナルの方に行くんやんか。ね、その時にぼんやり外見てたら、着陸したなと思ったら急に海があって、すぐそこがもうね、海やったから、うおーと思ったのが子供の記憶にあるけど、別にそれ普通やから別に何にも危険じゃないし、それぐらいは。まあ言うたってそんなの乗ってないのよ。だって載ってないけど、一応そうやって聞かれたりするから、全然あんまり期待した答えができずにっていうね、ことです。あ、ごめん、そんなん言ってたらなんか伸びてきた。2番いこうか。塗り分けっていう問題。これね、数珠順列も出る。ちょっとややこしい。隣り合う面が異なる色になるように塗るってね、塗り分けるっていうね、いうふうに表現されてたりもする。で、一応ちゃんと書いた。回転して同じ塗り方になるときは同一とみなすっていうのも、これ書いてなかったりする。問題文見て勝手に回転するんだなと、ね、許すんだなっていうのをちゃんと思わなくちゃいけない。だって立方体なんかサイコロやからコロン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 なるわけやんか。で、ややこしいのは3次元やからややこしい。はい、塗り方の総数それぞれを。1番からいこうか。6色があってね、立方体の各面って6個やから、だからまあ全部の面が違う色っていうね、カラフルなね、感じになるのが1番。1番どうやろう、ね、じゃあ、なんでもいいや。とりあえずね、この色通過をと思ってね、A の色と思ったとするやん。ね、で、塗るやんか、ビーって一面。で、それを、例えば、いきなり底面にこうね、バーンと持ってくるわけ。そしたら、固定されるやんか。わかる？どう固定されるかって言ったら、その底面に固定っていう風にすると、それがプッと起き上がってくるっていうのを防げるわけよ。起き上がってくるっていうのね。その代わり水平にこう回転はできるよ。ね、それはできる。まだそれは考えてない。だから何でもいいから一色考えて、一色塗って、それを例えば一番下に置いてしまえ。そんな風にする。それ一通り。別にそこ選ばなくていい。底面になるやつをってね。じゃなくて何でもいいからとある色で塗ったやつを、例えば底面にしてあげてっていう風にする。で、残りは5色やけど、それはどうしたらいいかって言ったら、じゃあ次はその底面がこう基準になったら、その対する面ね、上面っていうやつは5通りあるわけよ。ね、その底面に対してこれ上何通り塗ろうかっていう5通りあるわけよ。で、5通りっていうのは発生するわけやね。で、周りはって言ったら円順列なわけよ。もう裏返しなんかしないよ。最初塗ったやつは底面って決めてんから。だから5通りで、その後円順列。4-1 で3の階乗っていうのが1番です。1番はあんまりいろいろ書かないけど、上面の5通り。それから周りは円順列です。これで30通りね。まあ円順列使ったっていうためによくこうやってね、-1の階乗って書いたりするね。まあ、そしたら円順列だなって見やすかったりするから。はい。2番以降。2番、5色すべてを用いるっていうことは、立方体の各面って6個あるから、だからどれか1色はね、2回使わなきゃいけないわけよ。ね、例えば赤やったらね、赤赤みたいなね。てか、それを5色の中から取ってくる。考えなくちゃいけないわけやんか。どの色を2回使おうか。それは 5C1。5つから1つ選ぶっていうね。いう風になって、よし、じゃあ、とある色、赤やったら赤を2回使おうという風にするわけやね。なんで、まあ、それをね、こう、対する面に塗るわけよ。で、まあ、例えばそれをこう置いたとするやん。ね、バコーンと置くやん。だから周りはって言ったら、4つ側面を塗らなくちゃいけないけれど、一番と違うのは何が違うって言ったら、それはね、両方とも赤やから、だから、ひっくり返せれるわけやね。数珠順列になるね。裏返して同一になるんやったらっていうね、いうこと。でも、数珠順列はね、裏返したやつ、2通りを1通りとして数えるから、毎回2で割るだけやね。数珠順列は。なんでね。いける？もう一回言うと、1番はこの面とこの面、色違うからね。違うから、だから、これは数珠順列にならないわけよ。ただ2番は赤と赤って一緒やからね。一緒やから、ひっくり返しても同一になるわけ。いける？はい。ということで、ここが数珠順列なんでね。2で割るっていうね、いうことになって、これは結局1番を2で割って15通りになるわけよ。なるほどね。ちょっといろいろ書かないけどね。じゃあ続いて3番いこうか。3番は4色全てを用いて塗るときやって。これは4色やから、だからある色1色を3回も用いるとダメか。それね、隣り合う面が異なる色にならなくなるから、だから、2回用いるのを2色。そういう風にしなきゃいけないのか。2回用いるのが2色っていうね。で、それをまず選ばなきゃいけないやんか。4C に通りあるわけやね。例えば赤色と黄色にしようよ。そうすると、それを対する面に塗らないといけないから、だから、そうやね。これとこれ。上下面と左右面とかいう風にすると、それは選ぶだけでいいのか。4C2 で選べばいいのか。例えば赤塗ったやつをね、上下面っていう風にして、それで黄色っていうのを左右面にすればいいわけやね。並べなくていいわけよ。赤と黄色逆ってね。黄色がこっちで赤がこっちっていう風にしなくていいわけよ。なんでかって言ったらそれはこういう風に回転させると赤が上下面に来て黄色が左右面に来るから。だから選ぶだけでいいのか。2色選ぶやん。赤と黄色やってするやんか。で、こう赤がこう上下面って言って黄色を左右面にするわけやんか。そしたら、あとは手前の面と奥の面を違う色。に塗らなきゃいけないけど、これは 2×1 じゃないのよ。なんでかって言ったら、こうね、グイーンと回転させることができるから、こうね、回転させれば1通りやから、だから、あとは、1通りでいいわけやね。まあ、2の階乗で、こう手前と奥っていう風にするんであれば、2で割るっていうね、そういう形になるから。はい、まあ、てなわけで3番は、最初ね、4色から2回用いる2色を選ぶでしょ。で、それで、赤と黄色っていう風にするでしょ。でから、手前と奥は、もし2の階乗とするなら2で割る。はい、ということで、6通りになるわけやね。ちょっとややこしいけどね、しっかり考えるといいよ。はい、4番は3色すべて用いるっていうのは、これはね、もうその3色を、1色目、2色目、3色目っていうね、もう対する面に塗るしかないから、もうどう転がってもね、反対側の面に塗るしかないから、だからこれはもうただ一通りに決まる。4番は、そんな深いこと考えずに、ただ一通りだっていうふうに言えるわけ。さあ、今日はね、大事な円順列をやったよ。で、実順列っていうちょっとややこしいのも入ったからね、ちょっと長くなったけど、まあこんなとこにしましょう。役立つと思うんで、ぜひ次の動画もただ呼びで。ありがとうございました。